ウムナクはアリューシャン列島、ホックス諸島の島。面積は1776.76平方キロメートルで、アリューシャン列島では3番目、アメリカ合衆国の島では19番目に大きな島である。奥目山には大きなカルゲラがあり、アラスカ唯一の間欠泉がある。ウナラスカ島とはウムナクパスで分離している。2000年時点で定住者は39人。 ウムナック島、ウムナック島で最古の人類の居住地はアナングヤラにあり、8400年ほど前のものである。アナングヤラは、後に放棄され、サンディビーチやアイドリュック、シャルーカに人類は住み始めた。初期の入植地のうち栄えたものの多くは、渓流沿いに位置していた。約8250年から3000年前の関心よの気候再温暖期には、ストランドフラットが分断され、 食料の供給につながった。1750年代には、ロシア人毛皮商人が到達した。横暴なロシア人に対して、ホックス諸島のアレウト族は団結した。1761年から1762年の冬に、4人のロシア船の乗組員が虐殺された。これには、ウムナックに来た者も,も含まれたが、生存者はいなかった。 ロシア人商人は1764年に焦土作戦を行い、アレウト族の独立は終了した。第二次世界大戦中には、米国の防衛拠点が設けられた。アリューシャン諸島に、これらの空軍基地が建設された目的は、ダッチハーバーの防衛だけでなく、日本への攻撃も視野に入れてのことだった。アメリカ海軍はこの島を占有物かつ彼らの縄張りとみなした。 第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍が前進基地として使用する空港を建設するためブレアフィッシュパッキング仕様というカモフラージュを設立した。デビット将軍の公認バックナー将軍はウムナック島及びコールドベイに航空基地を建設した。これにより敵の日本軍が攻撃を開始した1942年夏の時点でウムナック島の守備隊は 不評に保管された、公平隊や野戦軍、校舎砲隊を含む4000人の部隊を有するようになった。日本は、北、太平洋海域の防空警戒を目的として6月に、この島を攻撃し占領することを計画していた。この島は、後に、サモア、フィジー諸島、ニューカレドニアを含む、新たな支配領域での全哨基地となるよう、計画された。 日本軍はこの島はアリューシャン海域で活動する何隻かの米軍の船で保護されているのみであり、米国の秘密の準備には気づいていなかった。ウムナック島はアリューシャン列島、ホックス諸島の島々の中では、ウニマク島と南西にあるウナラスカ島に次いで3番目に大きな島である。平均で長さ約110、1 11 1 6キロメートル、幅117から2 6トル。 この島は、氷気高気に分離し、現在北米の海岸から約3 0 0トル離れた場所に存在する。面積1793.2平方キロメートル、海岸二3 3 0 2トルの勝火山島である。標高は2 1 3 2ル。島は、山がちで植物は、あまり生い茂ってはいない。島の西部にアドゥガク島を含むかなり大きな湾がある。 物の港はない。南端は、ケープサゲイクとして知られる。オークマックカルデラオン、ウムナク島の最高峰、清掃火山である EN、マウントベセビダフは、島の南西部に位置する。円水系の山体はその周囲から急激に上昇し、高さ2149メートルで1.2キロメートル幅の、クレーターを形成する。 その直近の噴火は1957年3月9日の地震によって引き起こされた。山は1957年3月11日に噴火し、翌日終わった。マウントベセビダフの東には、ザ・ロシアン・ベイバレーと詳しく調査された、高さ1984メートルの清掃火山、EN ・マウント・リシェシュノイがある。南西部の集落であるニコールスキーから、 さらに南へ行くと、ウムナクレークがあり、南東へちょうど2キロメートルの長さである。古代の集落、シャルーカがこの湖とニコールスキーの間に位置している。この地域は、サマルがパスとして知られこの島の古代の活動の中心であり、島の南西端から約15マイル離れたところに位置している。EN、マウントリシェシュノイ島の北部から北東部は、 それ以愛と玄武岩が含まれており、緊張状態の断層、溶岩流や火星岩の断片的体積を特徴とする。5.8マイル幅の円形カルデラが、特徴の火山である奥目山は、島の北西部に位置する。この全体的に平坦な中央盆地は、平均標高は、海抜370メートル、カルデラの円1073メートルに達する。カルデラは、 数々の川火山や溶岩に延長級で形成されている。それらはカルデラの南東斜面のトゥーレック山、北東のディック山、ヨーピークを含む。火山湖はかつて深さ500フィートを超えカルデラの大部分を満たしていたが、しかし最終的には北東の縁が侵食され、水が排出された。戦死時代の湖は深さ最大150メートルで、 上面は約475メートル、カルデラの円の最低点よりも高い。小さな浅い湖の名残がコーン D の北、高さ1075フィートに残っている。小さな浅い湖がカルデラの円とコーン D の間にある。小さい湖はさらに北、侵食されてできたカルデラの門の近くにある。2008年の噴火によってカルデラの地下水が大幅に変わり、 5つの大きな湖が発生した。カルデラ湖に加えて、コーン A、コーン E、コーン G と2008年には、小さなクレーター湖を持つコーン D が出現した。アラスカ火山観測局は、現在の火山の状態を航空カラーコード、緑とし、噴火の危険はないとしている。リシェシュノイ山から北へ、カイザークリーク国は、間欠泉と、地熱地帯に位置している。 1988年に、ここでは5つの間欠泉が最大2メートル、9つの自然にできた噴水は0.7メートル、吹き上がった。奥目火山2008年7月12日土曜日、奥目山が数日間にわたって噴火し、深河口から灰、ガスが豊富な噴煙が、噴出5万フィートもの高度に達し、この島にある民間牧場は避難を余儀なくされた。 灰は、島の東部だけでなく、北東65マイルの漁村にも達した。しかし、島の反対側の、約40人の人口を持つアレウトの村にコールスキー、は、奥目山より西に位置し、火山灰は南東方向に流れたので逃れることができた。噴煙は、北、太平洋にも広がり、ダッチハーバーの空港へのフライトを妨害した。奥目カルデラ自体が形成され、 一万二千年前と二千年前に起こった二つの大きな噴火で成形されていた。1805年以来10から二十年ごとに16回の噴火が知られている。1817年の噴火は火山灰がウナラスカ島に落下してーフィートのハイトスコリア岩の破片が東北カルデラの円に堆積した。噴火中に発生した洪水は 島の北東ベイリング海沿岸のケープタニック岬のアレウト族の村を破壊した。最近の1997年の噴火では火山灰雲はカルデラ邸の上6マイルにも達した。米国での防衛拠点として使用されていた1941年時点で人口はわずかにアレウト族50人だけであった。2000年の人口調査によると この島の人口はさらに39人に減少した。唯一残っている集落はニコールスキーで、島の全人口が集まる。島の北東 EN、ホートグレンの海岸に、かつての大規模な軍事施設があり、第二次世界大戦の北。人口調査によると、15世帯、12家族が暮らしている。人口密度は0.3インハビタンツパースクエアマイル。 28、10個のの平均密度は0.2%、スクエアマイル。人種的には30.77%が白人で、69.23%がネイティブアメリカンであった。15世帯のうち40.0%は18歳未満の子供がおり、53.3%が一緒に暮らす夫婦、20.0%は未婚の女性が世帯主であり、20.0%は 女性がいなかった。全世帯の20.0%は65歳以上の一人暮らしであった。一世帯の平均は2.60人であり、平均家族サイズは2.92人だった。2000年には年齢の中央値は40歳であった。18歳未満は35.9%、25歳から44歳は30.8%、 45歳から64歳は23.1%、65歳以上は10.3%であった。女性100人に対して105.3人の男性があった。18歳以上の女性100人に対し92.3人の男性があった。1世帯の平均収入は38,750ドルドルであり、1家族では4 2 5 0ドルドルであった。 男性の平均収入26,250ドルに対し、女性は11,875ドルである。一人当たりの平均所得は14,083ドルである。23.5%の家族、人口の20.7%が貧困性以下の生活をし、それには18歳以下の13.6%と64歳以上55.6%が含まれる。 島で唯一の学校はニコールスキーにありルーシオン・レギオン・スクールズの一部であるザ・ニコールスキー・スクールの教育期間は13年間である教師は一人で校舎に隣接した小さな家に住んでいるその家は学区が所有し教師とその家族専用に建てられたザ・ニコールスキー・スクールは廃校の危機にあるアラスカ平地の学校は国からの交付金を受けるために 少なくとも10名の生徒が必要である。2009-2010年度の在校生は9人のみであった。ニコールスキー・ウムナック島には港がない。しかし、EN ・ニコールスキー・エアポートの滑走路がある。ベンジャミン・ビータリー大佐の指揮下、丘陵地帯に軍港兵により滑走路が建設された。滑走路の建設場所は、島の北東端のアターポイントが提案された。 建設は1942年1月中旬に開始し、同年4月から委託され、ホートグレンの名前が与えられた。310万平方フィートの土地に滑走路不設用、穴空き公判を敷き、他の公判と一緒に組み立て、航空機が離着陸するための平坦な地面を作成した。滑走路は、 87th Unit of the Army Engineers により1942年3月31日に完成した。長さ3000フィート、幅100フィートで、クレアリーシェンノートの P-40 ファイター、エアクラフトが着陸するには十分であった。ありがとうございます。